やあみんな、みんなママのことは好き？ママって時には優しくて時には怖くて、でも温かさがどこかにあるよね。でも僕はママに欲しいもの買ってもらったり、美味しいご飯を作ってもらったり、本当にいろんなことをママにしてもらってるよね。でも私はママを交換したいんです。ねえねえママ、今日の小テスト100点だったんだ。すごいじゃない、さすが私の子だわ。あのさママ、欲しいゲームがあるんだけど。そうね、来年のお正月のお年玉で買いなさい。それまで待てないよ。それより運動不足になるから外で遊んできなさい。はーい。どう？できた？ええ、ちょっとここが分かんなくて。え？だからここは何回も言ってるでしょ。これは分数にするの。分数？はあ、これ終わったらお寿司食べに行くから、だからもうちょっと頑張りなさい。ほんと？やった。どうしたの、ドミちゃん。いや、よっちこそどうしたの？いや、全然大したことじゃないんだけど、うちのママがすごいドケチで、ゲームを来年のお年玉まで我慢しなさいって。そうなんだ、それはきついね。うちのママは勉強に厳しくって。そうなんだ、うちのママはなんか勉強よりも外で遊べって感じだよ。え、うちのママと全然違う。それにドケチだからさ、最近外食にも連れてってくれないんだ。え、私は昨日お寿司屋さんに連れてってもらった。やばっ。いや、でもあれだよ、勉強のノルマクリアしないとだから辛いよ。ドミちゃんには悪いけどさ、俺勉強できるからさ、頭いいし。でもさ、俺ドミちゃん家の子供だったらさ、毎日お寿司食べられるでしょ。そしたら。それを言うなら私だって毎日お外で遊びたいし、よっちの家の子だったら毎日お外で遊べるんでしょ、勉強気にせずに。いいなぁ。ママ、今回のテストも100点だったよ。あ、本当にすごいわね。あの、ママ、たまにはご褒美が欲しいなぁ。ご褒美？そうね、じゃ今年のクリスマスは豪華なパーティーにしましょうね。いや、すぐに欲しいというか、クリスマスまだまだだよ。あら、そんなわがまま言ってはダメよ。でも、ドミちゃんちは勉強頑張ったらお寿司だって言ってたよ。人は人、うちはうちよ。そんなにドミちゃんちの子になりたいならそうしなさい。いや、そういうつもりで言ったんじゃなくて。もう知りません。お母さんもう知らないからね。え？外で遊びたい？うん、よっちもよく外で遊んでるらしいよ。そう、で、それが何か？いや、だからその…私も外で遊びたい。あのね、あなたはお受験をしないといけないの。お受験をして、その後いい大学に入って、そしてお医者さんになるの。そしたら遊んでる暇なんてないでしょ。それは分かってるけど…なんとなく言いたいことはわかるよ。だよね。ん？机に何か入ってる。え？何これ？ドミちゃん、どうしたのそのお金？いや、知らない。なんか入ってたの。君たち、何かお取り込み中かい？誰だ？私は君たちが求めるものだよ。求めるもの？どういうこと？君たちは今ママに困ってる。そうじゃないかい？そうだけど。なんで知ってるの？ママを交換したいかい？君たちのママを入れ替えればいい方向にことがいくよ。確かに。どうすればいいの？
僕に100万円くれたら叶えてあげるよ。え、これあげる。だから僕たちの願い叶えてよ。ああ、もちろんだと思う。ほらほら、ぐれおれ、ぼやばばば。これで君たちのママは交換されたよ。本当かな。確かめに行こうよ。行こう。ただいま。あ、よっちおかえり。本当に変わってる。すごい。ほらよっち、早く勉強しなさい。はーい。あ、ママ、これ全部やったらお寿司食べたいな。もちろんよ。え、よっちの好きなもの全部買ってあげる。ほんと？うん。あとゲームも欲しいな。いいわよ。ほら早くやりなさい。やったー。やったら全部買ってあげるから。やったー。今回のテスト35点だった。そんなことが何よ。それよりも大事なのは友達と遊ぶことでしょ。え、怒らないの。怒んないわよ。だってママもそんなの分かんないもん。それより早くお友達と遊んできなさい。うん、ありがとう。私たちはママを100万円で交換した。そのおかげで自分の人生は倍楽しくなった。みんなはママが好き？でもママって選べないよね。ママさえ交換できれば自分は自分らしくいられるんだ。